こんにちは。今日はこちらの食材を使ったカルボナーラに挑戦していきます。お湯を沸かしてお塩を入れます。パスタを茹でます。熱してからバターを敷きます。ベーコンを入れます。パスタを入れます。雪印の牛乳を入れます。コンソメスープの素を入れます。続いて粉チーズをたっぷり入れます。で卵黄を2つ入れます。北川博之特製カルボナーラの完成です。美味しそう。カルボナーラが完成しました。早速食べていきたいと思います。いただきます。卵を潰して。いただきます。うまいな。濃厚やな。今日も大成功です。